オブエクト279は1950年代に開発されたソビエト連邦の試作重戦車である。正式採用及び量産はなされなかった。1950年代、ソ連軍の装備する重戦車としては T-10 が大量生産されていたが、ソ連軍内ではさらなる新型戦車の開発プランが進行していた。などである。これらのうち、 核戦争下での活動を考慮した重戦車として開発されたものが、オブイエイクト279である。1957年より開発が開始され、イズマイナス4を設計した LS、LS トロヤーノフ技師のチームにより設計された。1959年には試作車が完成し、各種の試験が行われた。試験結果はいずれも良好で、特に千馬力を発揮できるエンジンと、 本社の最大の特徴でもある、並列二組、計四機の走行装置の組み合わせは、60トンに達する車重を持つ、重戦車に対する従来の想像を覆す、機動性を示した。しかし、構造が複雑で、コストが高すぎることと、スターリンに代わり、ソビエトの指導者となったフルシチョフが、戦力整備に対する方針を転換したため、1960年には、 計画が中止され、結局本社は採用されなかった。車両自体の機動性は高いものの、水陸量養性能はなく、特に高いとか能力があるわけでもないため、大河に隔てられた地形での行動能力に疑問が持たれたことも、不採用の大きな理由である。量産は行われなかったものの、製作された試作車一両が2010年代でも、クビンカ戦車博物館に現存している。 オブエイクト279の形状はユニークである。離体は左右2本ずつ、計4本もある。まるで円盤のような流体局面の車体を持ち、各爆発時の爆風や衝撃波を受け流して車体が横転しないようにした設計となっている。砲塔は普通の中造製だが、車体は中造製の本体の上に薄手の増加装甲を被せた作りとなっている。 シャーシは縦に伸びた燃料タンクを兼ねる針に乗せられていた。エンジンは H 型16気筒ディーゼル、トランスミッションはハイドロマチック自動変速、サスペンションは車高変更可能な油圧式と従来のソ連製戦車に比べ大変高度な作りになっていた。4本の離帯により分散された設置圧は0 6 k g ス c 平方メートルと 軽戦車並みであり、エンジン出力の大きさと、相まって、アクロでの機動性も高く、記録映像では、泥沼化した道にはまり込んだ、T-10 を牽引する姿が見られる。武装は、戦前の海軍向けのものから発展し、イズ -7 などに使われているものと、同系列の 130mm 砲で、重い砲弾を扱うための装填補助装置や、重央方向の方安定装置、 上下像が知識、光学ステレオレンジファインダー照準器、圧縮空気を用いた、方針内部洗浄装置を持つ。ありがとうございます。